はい、今日もあなたと役所天国、本日は12月1日金曜日ですね。はい、1月の21日にね、新年明けて講演会を開きますね。よかったらね、概要欄に貼ってありますので来ていただけるとねと思います。その講演会でね、どんな話をするかってね、まあ聞いていただければ何でもお答えしたいとは思うんですけど、その一つにね、ちょっとこう大行な話をしますとね、農業というのはね、ここに小松菜があるね、ミブナもそちらにあるし、農業というのはですね、結論から言ってしまうと大別すると2つですね。それは、愛情と技術ということですね。小株がここにあるね、小株取りますか。チンゲンサイもう一個持ってこないといけないね。チンゲンサイがここにありますね。技術と愛情、この2つなんですね。これがある意味ね、農業を支える2つのツートップです。で、両方ないと成立しないんですね、残念ながら。で、まあ、観光栽培はおそらくこの割合が技術が多いわけですね。そしてオーガニック栽培というと愛情の方が多少ちょっとね、愛情のみという方もおられますけど、でもこのね、愛情と技術というこの2つがバランスよくなってないと成立しない。それが農業なんですね。はい、キャベツがないのでね、チンゲン菜で代用していきます。で、技術というものをの根底にあるものは何だと思いますか。技術の根底にあるものは科学なんですね。はい、科学というものが、そこから導き出されているものが技術なんですね。ですから野菜を作る技術ね、いろんなところでそういう科学的な考え方、科学的な発想なりというものが必要になってくるわけですね。それは安定供給ね、いわゆるこういうマーケットとかね、売るということを考えた時にそれはどうしても必要になってくるものなんですよね。だからこの技術に関してはね、ある程度蓄積していけばね、しっかりといいものができるようになると思いますね。その意味で、例えばオーガニック農業というものの弱点はこの技術が弱いんですよね。科学的アプローチも含めて、自然にお任せでお野菜を作ろうというようなことをしている限り、この技術がどうしても弱くなるので安定出荷ができませんね。安定した量と質が、クオリティがキープできない、だから飯が食えないということですよね。草だらけにしてほったらかしにして、それで安定出荷はできないですよね。だからそういう意味においてね、オーガニック農家のほとんど大半はアマチュアだというのはそういうことになってくるわけですね、残念ながらね。今週、来週で終わりかな。そしてじゃあもう一つの方の愛情ですね。愛情とはどういうことに関わってくるのかって話なんですね。例えば土作り、微生物、あるいはね、自然環境を読む、こういったものの根底にあるものは愛情ですね。つまり何らかのね、地球というものとつながっていくとかっていう、そういう行為は科学ではないんですね、実は。はい、自然に対してのアプローチというのは全てこれはどこから入るのかっていうと、ここを科学から入るから間違うんですね。自然やそういうものというのは感じるところから入っていくしかないんです。感じるって何ですか。人でいうところの感情ですね。だから感情を使って畑仕事をしていく必要があるだっていうことなんですよね。私が申し上げたいことは分かりますか。つまりこの感じるところ、直感もそうですよね。そういったその感覚的なところ、目に見えない領域というものは全て根っこにあるのが愛情だということですね。だから地球というものをね、科学的にのみアプローチするというのは読み切れないんですね、残念ながら。だからまだそれでは僕はだから非常に観察が甘いということを言っているわけですね。わかりますか。だからこの
愛情と技術というこの相反する2つのね、これは常にある意味で、ね、3次元の世界である以上常に相反するものなんですよ。でこの2つをいかにしてあなたの中でバランスさせるかって、それができる存在っていうのは皆さん人間しかいないんですよ、ということに気づいてますかって話なんですよね。上と下、右と左ね、これは3次元の特徴なんですね。おそらく他の次元では全く違うわけですね。おそらく他の次元だとね、時間だとか別の要素が必要になってくると思うんですけど、この3次元の世界においてはね、常に相反する善と悪ね、過去と未来ね、このように相反するものっていうものが常に存在するんですよ、私たちの身の回りに。でそれを農業に当てはめた時に何なのかっていうことです。相反するものは何なのか、それが愛と技術です。違いますか、専業農家の方。だから常にね、農家というのは、あるいは百姓というのは、この相反する2つをあなたの中でどう理解し学び落とし込んでいくのかというところにかかっているということです。というのがね、私が30年近くね、オーガニック専業農家としてやってきた人間の見立てです。葉っぱね、他に葉物がいっぱいあるので残念ながらこうで切っちゃいますね。今日はね、香辛大根とこの小カブでね、大根がちょっとね、生育が今一つなので、で小カブもね、まあいっぱいあるので、これも撤去はね、2週間ちょっとでいいかなって感じなのでね、これ出していきます、2週間でね、という話です。わかりますかね、私が申し上げていることがね。なので少しね、ちょっと難しい話をしてますけど、講演会でこういう話をしようかなと思うんですけど、興味ありますか？いい小株ですね。この相反する2つを常にね、向き合うということが大事なんです。ですから、観光栽培の一部においてはね、遺伝子組み換えという技術がありますね。そうしたものは科学的アプローチから出ているものなんでしょうね。でもそれだけで解決するっていうのは多分おそらく難しいんですよね。だからここに遺伝子組み換えに愛という要素を加えると、じゃあ何なのかって、そういう話なんですよね。はい。逆にじゃあ例えばその代表である、愛の代表である自然農と呼ばれるものね、これはだから自然農で飯は食えないわけで、だからここに科学的アプローチが必要だということですね。言ってること分かります？お互いにそのように弱点を補っていくことが大事なんですよ。だからどれが間違ってるわけでも、どれが正解でもないんです。常にこの相反する2つのものをミックスさせることが私たち百姓の使命なんですよ。なのでどちらかだけに振り切っていると必ず失敗します。ですよね。科学的アプローチのみに振り切っていると必ず失敗します。愛情的アプローチのみに振り切っていると必ず失敗します。そうですよね、違いますか、というのがおそらく結論です。なのでこの2つをね、どのようにアプローチする、アプローチして、これをあなたの中で落とし込んでいくのかっていう、その落とし込み方のバランスに多様性が存在するわけです。わかりますか。でそれを一人一人、百姓は百姓である限り、一人一人ね、その落とし方をあなたの中で表現していく必要があるということですね。それが営農行為です。はい。だから農業というのは、あなたの中においてその2つをね、愛情と技術というものをあなたの農園ではどのようにバランスさせて、どのようにそれを表現していきますか、ということが営農行為なんです。どうですか皆さん、ここにおいて農業というのはとても深い仕事になるでしょ。この辺ちっちゃいな、ちょっと小粒ですね、もうちょっと太ってほしい。よし、株間が狭いのか。
ほとんどの人は愛情なら愛情、あるいは科学なら科学、どちらかのアプローチのことのみを言ってる人が多いんですよ。そうではないんです。両方を取り入れる必要があると思うんです。特に我々の目指すオーガニック栽培というのは、その両方がないと成立しないんですよね。じゃないとやってる意味がないと僕は思うんですね。はい。オーガニックだからこそクオリティを安定、質を安定させなければいけないですよね。実際には売り物にはならないんですから。ちょっと小さいな。もうちょっと太らせたいかったですね。もうちょっと株も広げてもよかったな。ちょっと土に力がないね、やっぱりね。小粒だな、残念。こうやって外側にあるとちょっと太いよね。ということです、皆さん。だからその意味でね、ほとんどの場合、農業の場合はね、使用抹殺の議論をしているわけです。非常に薄っぺらいんですね。そういうことではないんです、本質は。はい。だから突き詰めていくと、そういうところに、根本的なところにたどり着くわけですけど、そこまで含めた議論をね、特に農業者、プロであるという人は、そこら辺を見定めていかないと、多分見えてこないですよという話をしているわけです。わかりますでしょうか。まあそれぞれね、どのように考えて、どのように農業をおやりになろうがご自由ですけども、根っこにあるのは何なのかというところを掘り下げていかないと解決策が見えてこないんですよ。ですよね。違います？よいしょ。腰が痛い。今日はちょっと取り立てね、やっぱもうちょっと太らせたいね、株ね。まだ他にいっぱい巻いてますけど、この後更新大根を取りますね。今日は一番手なんでね、ちょっと少ないですけど、よいしょ。この相反するね、技術と愛情というところを何度も言いますが、いかにしてね、だからそれぞれ掘り下げていく必要があるんです。そしてあなたの中でね、10年20年かけてね、例えば10年単位で愛情を掘り下げる、10年単位で技術を掘り下げるね、これ両方必要なんですよね。だ最初の10年でどっちからアプローチしてもいいと思いますね。で30年あれば40年という単位でね、あなたの中でそれを確立していくことができれば、立派なオーガニック専業農家に、あるいは立派な農家になれるんじゃないですかと思ってます。当然売り上げもしっかりあるね、しっかりと黒字経営ができている、なおかつね、何らかのね、農業に対する立派な提言もできている、ね、そういう農家をね、我々は目指すべきだろうし、ね、目指したいと僕は個人的に思ってますけど、皆さんはいかがですか。はい、レタ祭は初出荷ですね。だからそれぞれのね、その2つのうちのね、その1つに取り組むだけでもやっぱり10年単位20年単位という時間が求められるんですよ。で人によってね、技術は深めることができたとね、技術的にはほぼ、大体いいかなとね。私なんかはある程度ね、技術的にはかなりやり込みましたんで自分で言うのもなんですけど、ほぼ大体8割9割ぐらいは確立しておりますね。いわゆる安定してね、出荷して食べていくということに関しては、やり込んできましたね。なので満足しているんです。ただね、その愛情のところ、僕はもともとスピリチュアルな人間なので、愛情のところはもともと備わっているんですね。自分で言うのもあれですけども、なので技術を極めてきたんです、ね、それによってこうやってね、営農してプロとして食えるようになったんですね。もし僕が愛情だけにこだわっていて、もし自然農家なんかに取り組んでいたら、僕はプロにはなれなかったんです、ね、ここのところなんです皆さん、ね、自然農やりたいですか、
愛情でもって畑をやりたいですか？素晴らしいです。だけれども、それでは飯が食えないんです。そんなに甘くないんです、この仕事は。僕は最初にそのことに気づいたので、技術に走ったんです。で、それが正解だったということです。わかりますか？このパラドックスをしっかりとね、見てほしいんですね。だから、そんなにね、甘ったるい話じゃないんですよ。わかります？あなたがどういう人間だかということが問われるんです、そこにおいて。ね、だから、ね、環境だとかそういうことをやっていきたい人、ね、そういう愛情のところを中心として農業を展開したい人って山のようにいますよね。はい。でもなぜみんなが途中でポシャっていくのか、それは技術の見極めが足りないからです。わかりますか？技術を見極めないからダメなんです。よいしょ。あ、ここだ。だから愛情深い農業を展開したいと思えば思うほど技術を極めないと成立しないということです。わかりますか？はい、レタス初出荷ですね。間に合いましたね。ちょっとまだ早いんですけどね。これだったらこのままもうボンと入れられて、まあ半切りにしてもいいですけどもね。半切りにしますか。はい、綺麗に仕上がりましたね、レタス菜ね。白菜の香りで、ちょっとね、白菜ね、巻きが甘いんでね、レタス菜でちょっとね、1回3週間ぐらいね、これで伸ばしながら、白菜の巻きをね、その間巻いてもらいましょうという作戦ですね。こうやってね、レタス菜と組み合わせると、冬場のね、白菜栽培は本当に楽になります。僕自身は本当にね、このレタス菜という野菜を見つけたことでね、随分楽になりました。ね、どんだけ頑張ってもね、白菜、40日50日見つけてもやっぱり時間かかりますからね。それだったらこれで白菜ね、ついこの間植えたばっかりです。これね、もうこのだけ短期間でこれだけ大きくなりますから、ちょっと虫に食われやすいですけどね。綺麗に完璧に仕上がってるでしょね。よいしょ。愛情というものを中心とした農業を展開したいというふうに思うのであれば、技術を追求してください。で、技術の追求が0である、100である必要はないんですよ、ね、あなたが愛情的な人間で、そう、自然環境を大事にしながら農業を展開していきたいと思うのであれば、技術を、ね、観光の方々が極めている 100% の技術のうち半分でいいから技術を追求しさえすれば成立するんですよ。言ってること分かります？だから愛情深い人間、あるいはそういう、性質を持っている人は技術を普通の観光農家の半分習得すれば勝ちなんです。分かりますか？私はそういうような思いでずっとやってきているんですね。で、それを追求していくと今度はようやく、ね、食えるようになったということになってね、思う存分今度は自分のやりたい愛情的な農業をやってみてください。それが与えられ、そういうチャンスが与えられるわけでしょ。だとしたら、はい、自然農で2ヘクタールやってくださいよ、ね、それでクオリティを上げて、どうやったら自然農でプロの農家になれるかということを追求してください。はい、私はやりませんが、無理だと思ってるのでね。そういうことです。そういうふうにしてね、技術と愛情を5年単位ぐらいでこうやってグリグリグリやっていくっていうことを深めていくと、全然違うステージに立つことができるんです。ぜひね、皆さん頑張ってほしいんです。どちらでもいいですよ。ただある程度その要素がないとね、たとえ観光栽培で大規模でやっていても、愛情というものを自分の中でバランスさせていかないと病気になってしまったりね、辛いことが必ず起きますからね。農業は何のために畑やってんのって、何のためにね、家族を養いながらこういうことやってんのって
根っこにあるのは愛情じゃないですかね。それをあえて語る必要もないぐらいだと僕は思うんですけど、農家っていうのは大地を愛さなくてはダメなんですよね。農家というのは自然の中でね、それに対して帰依していかなくてはいけない存在ですよね。そんなことは僕は当たり前で語る必要もすらないと僕は思ってますけど、たまにそういうことをね見受けられない人がいますね。それはそれで悲しいです。で、必ずしっぺ返しは食らうんですよ。なぜなら大地というのはね、地球そのものの意志だからです。わかりますか。で、その中の大地が持っているね、微生物っていうのはまさに愛そのものなんですよ。わかります。これをコントロールできるなんて思うこと自体人間の思い上がりですよね。コントロールなんかできません。永遠に人間は微生物をコントロールすることはできないんですよ。たまたまある一品種を引っ張り出してきてね、それを培養したり、それぐらいの技術はできますけど、微生物全体の何をやってるのかということを人間に理解することはできません。はい、ましてやコントロールすることなんかできません。彼らは億年単位で何かをされているんですよ。その意思やね、その微生物の相対的な思いというのは人間にははるかに超えたものです、ね、そのようにして人間の次の種のもしかしたら繁栄をもう準備しているかもしれない。そしたら俺たちは完全にパージされてしまいます、ね、そうでしょ、除去されてしまうんですよ。そのもしかしたらその入り口に俺たち人類は立っていると思いませんか、ね、そこに政治的な思惑、ね、何主義であろうが関係ないでしょ。そんなことを地球が気にしてると思いますか。あの恐竜ですら億年単位の繁栄を持ったんですよ。はい、ということで、という話を講演会でしようかなと興味ありますね、10分ぐらい話してね、何の手応えもなければ一切やめます。はい以上です。それではまた。